ニコ生放送、今回は第2回目となりました。イエーイ。2回目にしてディレクターさんはもう台本作ってきてないです。そんなもんですね。はい、というわけで、こちら配信先は、DSG アリーナ七尾店というところです。地図はこちらになっております。国分交差点の近くですね。はい、パチンコ480台、スロット252台、駐車場644台あります。足りるっけ、足りるっけ、644台でギリギリ足りるか、ちょっと電卓打たないとわかんない、すいません。はい、なのでもうどんどん来てください。お待ちしてまーす。はい、というわけでですね、今日は午前中から打ってるんですけど、こちら海物語を打ってます。あ、すごい、もうコメントしてくれてる、ありがとうございます。何、台本いりません、入るね、素晴らしいお店。どんどんみんな行きなさい。来たー、髪の毛伸び、そう、髪の毛伸びたんですよね。女性らしくなりました、ちょっとは。ちょっと頑張ってロングでいい女風になろうかなと今思ってます。はい、というわけでね、早く打ててまた メッセージ来そうなので、この台の横で打ってたんですよ。けどちょっとハマっちゃって、こっちも実際ハマってるんですけど、見てください。なんと5回当たっときながら470にもうハマっていますので、出るかな。前回その1回目の時に北斗の拳を打って、それもハマってたんですけど、粘り粘ってやめてスロット行ったらそこの台出ちゃったみたいな感じだったんで、今日はね、ちょっともう早くから出てくればいいんですけど、まあ、ちょいちょいあの4択クイズじゃないけど、そういうのとかやったりとかするので、ぜひ一緒に参加しながら楽しんでみてください。じゃあやりますか。よし、じゃあ始めますよ、スタート。大人の色気ですね。結婚して、結婚したいです。むしろもう子供が欲しいです。今は宮崎人みちょるが、うわ嬉しい、友達アリーチ来たよ。あー、誰だろう、友達かな。私日本一フランクな芸能人って自分で自負してるんですけど、多分一緒に飲んだことあるんじゃないですか、宮崎の方。違うかな。いつもツイッター見てるよ。あ、ありがとうございます、嬉しいです。カニ、カニカニ来い。あー、なんかあんまり熱い演出が来ないんだよな、こんなに回してんのに。よし、何歳になっ、12月30日、そんな誕生日ない。どっち、あ、イルカが読んでる。よし、いけ。あー、クラゲだ、ダメだ。あー、まあ、けどちょっとずつなんか進歩してきてる感じが。何しよっとか、コテハンだよ。コテハンって何、コテハン初めて聞く言語ですけど。あ、乙姫出てきた。
お、なんか、あー、どうだろう、マンボウ、あー、固定ハンドルネーム、あ、固定ハン、かっこいい、初めて聞いた、けどミッチー、あ、あなたがミッチーってことね、私はアッキーだから。スタッフもどうでもいいと思われていますおお、お願い止まれ、あー見た、近づいてきてるよ何かが、確実に、よしよし、お願い、545回転目です、今、お、来た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 、いけ、お願い、ウリンチャージ中、ウリンちゃん、よしよし、こっからですね、こっから、お願い、お願い、よし、頑張れ、開け、開けろ開けろ、お願い、お願い、開け、みんなも一緒にを持ってください、お願い、マジでお願い、ウリンちゃん頑張ってよ、ウリン、また今日もハマりそうって来ちゃった、ダメよそんな予感しちゃう、今日は出そうって言ってください、そんなに簡単に湧きな、そうなの、そうなんだ、予告どう、あきなちゃん、あー宮崎市内で待つ、あ、はい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 、あの町をね、リアル行くやつね、神様がなんか乗って、私ちょうど今日ねそんと聞いたな、え、結婚して、なんかじゃあお見合い、なんかあるじゃないですか、よく、なんだっけ、お見合いパーティーじゃないけど、マチコンみたいなじゃあ私主催でやっていいですか、うわっ、やばい、来てるよ来てるよ、あ、店長カットイン、お願い、マジ？早速引きが弱いの見せてしまいましたね。ねえ。マジかよ、終了終了ってきた、ちょっと明るい話しないとですね、まあけどね、まだ当たらないし、なかなかテンションもね上がらないですよね、まだみんなね、テンション上がってますか、そちらの方は、はいはい、あ、来たよ、ほら、ウリンちゃん、来い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 、お願いお願い、これ、ウリンちゃん
パーセンテージ強い来い、はい来たよ、お願い、あやべ、私が閉じただけないんか、頑張れ、行け、オッケー、お願い、みんなも一緒に、赤だといいの、赤、何が、貝殻が、あ、青い、全然青い、あー終わった、早い、あーくそー、入れ、あー終わっちゃった、さっきまで持ってた玉滑って使っちゃいました、午前中は5箱出たんでしょ、午前中は5箱じゃなくて5連チャン、だから3箱ぐらい出たんですけど、今全部消化しちゃいました、台選びが下手だよねうるさいな、しゃあないやんけ、あー台が空いてないのでジャグラー行きます、はい、ジャグラー行きましょう、じゃあやばいなー、どうしよう、金沢負けて帰りたくないね、くそー、じゃあ後ほど、よっしゃー来たぞー、ジャグラー、よし行きますよ、じゃあジャグラー光らせて、頼むよ、任せてください、盛り上がりにかけますもんね、じゃないと、頑張ります、2000円目です、おでこ広い、おでこ広いよね、確かに広くなってきたんかな、もしかしたら、店の中は撮影 OK なの、 OK で、あ、はあ、え、やばやばくない、この不意打ち嬉しい、じゃあ行きますね、私の目押し、とくとご覧あれ、ちょ待ってよ、全然見えない、え、全然穴が見えないんだけど、やばい、バーかも、はっ、すごくないけど、こんなにできた、ここに穴が来い、待って、血がすごい見えないんだよな、私まばたき、あーもうダメ、ちょっと誰か、お兄さん、お兄さん、あ、こっちお願いしていいですか、やってください、あー、あー、あー、
その途中も大事なんですよね、きっとね。おぞば来た来ました。やめ押しできるときとできないときがあるんですよ、なんか私。今の店員さんなの、いや、あのちょうど通りがかった方にお願いしちゃいました。早ー、もう終わっちゃったよ。角台どこも開かないですかね、オキドキとか。夢やってる人素敵、火を吹いたり瞬間移動した、何それ、どういうこと、誰誰、何歳までに結婚したいとかあるの。いや、結婚は何歳までにとかはないんですけど、子供は33歳までに欲しいです。だから、あ、来ちゃった、来ました、ヨガファイヤーかよ。初めて聞いた、そんな言葉。当たりました。じゃあ恒例の目押しタイムいきますか。レッティゴー。お、これいいんじゃない。ねえ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 、ちょっと誰か、誰かとか言ってる、早い、ちょっと誰か、ここは決めたい。あ、かすった。よし、お願いします。え、なになに、その3階なのか、あんたあんたんで何ですかね。ねえねえ、どれどれどれ、どこ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 。あ、すいません、あれ、どうかビッグチャンス、ビッグボーナス。今の人誰。あ、今のスタッフさんです。おかん、いいぞ、これで夕飯は寿司だね、イエーイ、嬉しいですね。いや、金沢の美味しいお寿司食べて帰りたいな。ジャグレンない。あ、終わった。よし、じゃあここからレンチャンしますか。この57、あ、来ました、また、やば、いつになったら私揃えるようになるんかな。無理、お願いします。バーです、またバーです。来い。ここでね、また調子乗ると出てこないからね。あと移動しましょうか、いいですかね。
いいですかね。移動しちゃいます。それでは移動しました。オキドキです。行きます。この台現在426回ハマってます。やばいです。見てやばいですよ。なかなかのハマり台に来ちゃいましたけど、いけるか、やっちゃおう。よし、サムヘ、ちょっとサムヘア誰今入れたの。もうダメよサム逆にサムさんに申し訳なくなってくるからこれ以上いじったらね、全く見ず知らずですから。あっ、ありがたふー、あたいがふーでした。はい、来い。ここからそれ行きます。1回目びっくりした。笑顔ね、みんな名前呼ばせすぎ。タイチ大好きだよって言って何ここのこういうあれだったっけ。タイチ大好きだよなにこの番組。はい、12回、今12回目です。29、このゆるい感じが気になって、店長のいいところ諦めろ。最後じゃない、あ、最後え、あ、撤回お願い、お願いします。え、もうダメあー、終わっちゃった。
後ろ行きます。後ろ行きます。後ろ行こう。移動しました。頑張る。残り時間もあと30分になったので、熱いかかってる。こういうファンデーションだからね。あー、どうもありがとうございます。涼しい。よし、指見せて、指、はい、何ですか。こっちは寒い空気だよ。綺麗だなと思った。 ありがとうございます。神出大移動だね。そう、もうここにかけます。最後の最後、やばい。浜館より秋名店長の方が良かったな。ありがとう。それメールに送ってください。どっかそこの会社の、お願いしますって言って。この動画もジャスティン・ビーバーがいいって言った世界ない。やばいね、ジャスティン見てくんないかな。なかなかけど、みんなだいぶ偏ってるからね。本当だね、ジャスティンね。もうすぐで終わっちゃうよ、この番組も。次また会えますか。はい、今日は皆さん3時間見ていただきありがとうございます。あっという間でしたね。また今日もちょっとなかなかいいところは見せれませんでしたけれども、まあ、また次回12月23日の放送もあるということですし、嬉しいですね。はい、また見てくださいね。よろしくお願いしますよ。はい、というわけでね、今日は DSG アリーナ七尾店様、七尾店さんでの公開生放送でした。七尾店はこちら2号線の国分交差点のと